どうも、北山水泳です。はい、コナミオープンが本日終了しましたが、なんと2日目、またもや学童記録が出ました。昨日ですね、千葉選手が50メートルの方で学童記録、自分のベストを更新しての学童記録でしたが、本日は100メートル自由形において、なんと学童記録、自分のベストを更新して、学童記録でございました。しかも今回は 0.37 秒も自分のベストを更新してきて、学童記録でございます。早すぎますよね。正直言って、小学生女子のタイムとは思いません。今後が非常に楽しみでございますね。まだ今シーズンは残ってます。来月まで残ってますので、まだまだ来月の JO 短水路でさらに記録を、自分の記録を更新してくるのを非常に楽しみでございますね。また今回のコナミオープンは結構レベルが高かったですね。はい。下手したら世界水泳よりもレベルが高かったっていう種目もありました。それぐらい今回はかなり良かったので、パリオリンピック選考会、いよいよ来月ですね。非常に楽しみでございます。はい。では今回以上。